こんにちは。こんにちは。明日から新年度のサタフクがいよいよスタートしますね。そうですね。楽しみですね。4月になりましたから、はい、うん、このスタジオも、はい、まあ、新社屋になって1年、このスタジオになってからも、ね、もう1年が経つわけですね。そんな新年度のサタフク見どころは、見どころですか？そうです、いろんなコーナーがレギュラー化して2時間の内容がぎゅっと凝縮される情報満載の内容になるんですよね。まあ、めくりのコーナーがレギュラー化します。おで、浜ちゃんともあります。それは前からあるね、はい、で、まあ、春にちなんだ、はい、いろいろ、うん、春にちなんだ特集ですかね。浜中さんが、はい、歴史研究家の江城さんとですね、また街歩きをしてるんですよ。新年度ということなんですけれども、まあそんなにメンバーも変わらないし、そうなんですよ。だからなんか新年度感があんまりないです、はい、なかなかちょっとね。新しい番宣かっこいいじゃないですか。お、そうです。2人見ました？もう見ました。見ました。見ました。はい、かっこいいじゃないですか。なんて言ってるんでしたっけ？ちょっとお願いしてもいいですか？めくり。中継。これです。野村さんは？野村さんなんて言ってたっけ？視聴者ファースト。視聴者ファーストって言ってた。そう。自分が言ったのしか覚えてない。なんだ。サタフクは約束します。視聴者ファースト。中継。めくり。サタフクマニフェスト始動。まあ今年度も、はい、12時からの2時間。土曜日のお昼はサタフクをどうぞよろしくお願いします。お願いします。視聴者ファースト。ちょっと新年度最先、私たちのツイッター大丈夫かな。大丈夫ですか？撮れ高大丈夫ですか？撮れ高大丈夫ですか？やっぱね。視聴者ファースト。